皆さんこんにちは。本の旅の案内に行くメサリです。えー、最近、あのケアという言葉をよく聞くように思います。ええー、皆さん、いかがでしょうか。あのー、心のケアとか、あとヘルスケアとか、あとあの介護の世界でもね、デイケアとか。 ケアマネージメントさんのお仕事とかいろいろこう聞くんですけれどもでも本当にケアってどういうことなんだろうど,ど,どんなふうに接したりどんなふうに話したりどんなふうに聞いたりしたらいいんだろうということを問われるとあの私なんかはえすいませんまだよく分かってませんという感じなんです、えー、もしかしかたたらそういうい方がたくさんおけれどもでもあのクリスチャンとしてそのケアさせていただくようなそういう場に赴くこととかそういう方々がたくさん学びたいことも ね、あるんじゃないかと思うんですけども、えー、今日はそういう皆さんに私のためにもなるんですけどもとても素敵なご本をご紹介したいと思います、えー、良い聞き手になるために、えー、聖書に学ぶ相互ケア今日は、えー、このご本を書いてくださりました蔡、えーえー、香里先生と一緒に本の旅に出かけたいと思います はい、えー、皆さん改めましてこんにちはえー、それではこの本を書いてくださいましたえー、蔡香里先生がスタジオに来てくださっていますのでえー、早速お話を伺っていきたいと思いますえー、どうも先生、こんにちはこんにちはよろしくお願いいたします東京都町田市生まれ玉川大学、入野州立大学にて言語学を学び日本語教師をされていた著者の蔡香里先生後に カナダのリージェントカレッジで神学を学びシカゴのトリニティ福音神学校にてカウンセリングミニストリーの修士号を取得1995年にシンガポール人のサイ・コーゼン氏と結婚1998年に OMF ・インターナショナルに入会し札幌で宣教師として教会開拓をし神学教育 カウンセリング・エンド・ケアの働きに従事2012年に長女を授かり2015年ご主人を天に送られました今日の本の旅「良い聞き手になるために聖書に学ぶ相互ケアは」はリージェント・カレッジのジェームズ・フーストン教授の教えを受けた著者が聖書とその霊性を土台に良い聞き手になるための 心構えや技術を多くの令和を紹介しながら丁寧に解き明かすとてもためになる一冊です。早速なんですけども、ご本のことを伺う前はですね、はい、あのサイ先生は宣教師として、はい、えまた、えー、カウンセリングとケアの働きを、はいえー、されていらっしゃるということでですね、はいはい、あのまず良、えー、い聞き手に。 なまた、あ、そのお仕事のことについてちょっと伺いたいんですけれども、はいはい、そうですね、はい、私の働きの中でということですと本当、はい、にその誰かをケアするっていう時に、はい、えまずはその方の言葉に耳を傾けなければ、うん 何をその方が必要としているかもわからないし、はいえー、どういうことがその方へのケアになるかということがわかりませんので、うん、まずは何よりもまずその方の言葉、はい、また心に耳を傾けるということからすべてが始まっていくと。うん 言っていいいかと思ますまずカウンセリングとかケアというとこれをして差し上げなきゃとかこれをしなきゃというこちらのやりたいとかやってあげたいという思いが先立ってしまうことが多いと思うんですけどもその前にそれをちょっととどめてまず聞くということがすごく大事ということなんですね。そそうですねはの まあ話し手が主役なんですよね、うんはい、そしてケアの現場でもやはりその、えー、ケアを受ける側の当人の方が自分の足で手の前に、うん。はい 歩んでいかなければいけないのでうん、うん、あくまでも聞き手というのは脇役なんでだから自分が何をアドバイスするかということは二の次、まあ、それも大事なこともあるんですけれどもでもまずはその方が何を考えていらっしゃるか何を感じていらっしゃるかということから 始める、はい、ということですね。なるほどね。はい、じゃあ、良い脇役に、はい、まあな、ならなければいけないそです、ね、というね、ことなんですね。はい。はい、えー、それで、早速五本のことについて伺いたいんですけど。はいはい、まあ、とってもあの可愛い,い。今流行りの大人可愛い,いという感じの、<laughs> えー、素敵なあの。 ね、この想定の5本なんですけども、うんえー、タイトルも「良い聞き手になるために」ということでですねあのまだ出版されて間もないんですよね。はい、そうなんですすごく本の旅でもなんかスピードアピールができてすごく嬉しいなと思っているんですけども <laughs>、はいえー、まずはこの5本の,あの、はい、出版されたそのきっかけについて教えてください。はい、そううううですね、えーまえー、良いいいき手になる聞くということとこへのの関心というのが、はい、私が私もう かかなりり若い頃からありました、はい、それは多分クリスチャンになる前からで、はい、え多分それは私が幼い頃からいろんな面で自分の弱さですとか、うん、ということからといろんな意味でこう向き合ってきたという背景がありまして、はい、それがまた特に思春期とかでいろんな悩みがあったりする中で多分えそうですねあの聞くのく 聞いてもらった経験もありましたし。し、はい、えー、まあ、そういう中からこのテーマに興味があるようになりまして、うん、そしてクリスチャンになってからは、はい、特にその信仰を持ったものとして、人に寄り添うってどういうことなのかなっていうことで、もう信徒の時代からかなり考えて悩んでいました。そんな中から、えー、またえー、宣教師になりまして、はい、教会開拓の現場の中でいろんな方のお話を聞いていく中で。まあ,あの。 さらに信仰、うん、を働かせながら聞くということを考えるようになっていきまして、はい、そしてその後、まあ、少し学びをさせていただいて、はい、アメリカから帰った後で、うん、私の所属団体の OMF というんですけれども、はい、その団体の方でカウンセリングケアという新しい働きを立ち上げようということになって その辺りから多分このテーマについていろんなところでお分かちするようになったんですねそういう状況の中で、えー、そうですね言葉者の方から、はいえー、声をかけていただきまして「はい、この内容で本を書いてみませんか?」と言っていただいたという。はい そこがきっかけですなるほど宣教師の先生のお仕事というと私たち素人から考えると牧師先生とか宣教師の先生とか神父様とかイエス様の福音をいわゆる語る語る語るというか本当に語ってメッセージを伝えていくというまず聞くよりもメッセージを発信する語るお仕事じゃないかなっていうふうに あの思うんですけどもそ,、ね、それとその、えー、まあ傾聴というかよ,くよい聞き手になり、うん、そのカウンセリングのお仕事っていうのはなんとなく似たようでまた似てないところもたくさんあるような感じがすごくするんですが先生がその「 カウンンセリングといいうものについて専門的に学ばれて、うん、そしてなおかつ宣、まあ、教師の先生でいらっしゃったんだけどもそのカウンセリングということもお仕事にされようと思われた、うんえー、何かこれだっていうことは、はい、出来事があったんででしょうか、はいはい、そうかそすね、はい、でやはり私も宣教師ですし、はい、また宣教師という以前にもクリスチャンとしてね、うん、あのやはり福音をお伝えしたいっていうことは、はい、もう一番の真ん中に私の、うん 心の中にあるんですけれども、はい、えそういう気持ちでまあ私も宣教師として教会開拓をしていく中で、はい、やっぱりその牧会現場でいろんな方と出会っていったんですね。うんはい、で、あのその、えー、出会いの中でやはりこうなかなかちょっとこう聞いて、うんえー、解決がしていけない。はい、そしてまた私はあのいわゆる セカウンセリングだけをする専門のカウンセラーとは違いますので、はい、墓会者として、うん、そういう方に関わっていくときに多くの方の問題がその信仰的な課題と、はい、その方のいろんなこう背景育ってきた、うん、いろんな環境の中での精神的な課題というのが複雑にこう絡み合っていると。うんうんはい で、そういう中で、一体私には何ができるんだろうか?。専門のカウンセラーではない、一宣教師の、私の役割は一体何だろうかと。思うようになりました。はいはい、で、そういう中から、私はその、えっ、ー、と、カウンセリングミニストリーズという。えー、その学びをアメリカで、する機会が与えられまして。はいえー、それで、こう、帰ってきて、また日本で、はいえー。そうですね。福音宣教の一環として。はいえー 人々に主の愛を持って寄り添い使えるそしてそれと おそらくあの切り離せないものとして言葉での宣教というものがいつもつながっているというふうに私は考えております、うんはい、なるほど今そのアメリカの進学校でカウンセリング・のミニストリーズという学びのことを伺ったんですけどもしかしたら、まあ、日本の進学校でもたくさんあの、うん、カウンセリング学とか相談学とかって、うん、いう学びのを設けておられるとこもたくさんあるかと思うんですけど、はいえー、でもまず 進学校というと、うんまあ、日本の場合は、えー、聖書を学びその聖書の、ね、え旧約とか新約とかの新学校を学び、はい、歴史を学び教会史を学びという,、はいうね、ことがなんかこの王道があってうん、うん、で全部それをやりきった人がうん、うん、はい、まあ、サブではないけれども、うんまあ、カウンセリングとかそのと他のところにこう出ていくという。はい、まず、あの 学学を学びましょうって、うん、選挙学を学びましょうというところがあるかと思うんですけども、うんね、アメリカの進学校は、はい、そのカウンセリング・ミニストリーズというのは非常にこう、えー、ポピュラーな学びなので,しょうかそうですね。あの そうですね、進学校においてもカウンセリングだけを専門にけれども一般の大学ではなく進学校で学びたいという方が結構アメリカではいらっしゃるようですねただ私に限って言うとその前に宣教師になる前にいわゆる進学校に行っておりましてそこでの土台を持ってカウンセリングを私は学んだのででもそれで私はとても良かったと思いました。なるほど、 ち今巷でも「傾聴」という言葉がいろんなところで聞かれるようになって、えーはい、それはあのキリスト教会以外のところでも例えば町の,あのカルチャーセンターとかうん、うん、カルチャースクールみたいなところでもで、ね、あのカウンセリングのことを少し学びましょうとか分かち合いましょうみたいなあのそんな教室が設けられていたりとかしているかと思うんですけども。言うにはすごく 安,安い言葉ですけども、うん、実際にその傾聴させていただくってすごく難しいことじゃないかなと思うんですが、うんうん、やはりこうクリスチャンとして傾聴というのはあのどんなふうに 学んでいって、どんなふうに実践できるのかを、ちょっと教えてください。まさに、それについて、この本が。書かせていただいてまいるんですけども。うん、まあ、あの、一般的な傾聴というのは。はい、あの、多分、多くの方も、ご存知かと思うんですけれども。まあ、理解、理解、相手への理解を持って。うん、えー、まあ。 相手の言ってる言葉だけではなくってその人の心の真意を組んで心も傾けて、うんえー、その人にお,聞きお,お話を聞き、はいえー、その方を理解し受け止めていこうとするというのが傾聴、うんまあの中心にあると思うんですね。 をこう聞いてその方を理解していくということだと思うんですけれどもじゃそれをクリスチャンとして信仰が与えられているものとして行うということはどういうことかということなんですね。はい、で、えーまあ、このご本人も書かせていただいたんですけれども、はい、私たちはこう、えー、信仰者として常に精霊の 主を心に宿しているものですよね、はい、ですので、えー、私たちが慶長を行っていくときには相手の方に心を向けると同時にですね主なる神様にも心を同時に向けていきたいと思いますそれが私の考えるクリスチャンの慶長です、はい、なるほどでもそこはあの先生すごく違う大,大きな違いですよね、はい、あのやっぱりまあ、イエス様 抜きで神様抜きで成長、うん、させていただく方と一対一になっていろいろお話を伺っていても、うん、最終的には、うん、あの神様いらっしゃらないと私の考えとか、えー、私の経験とかっていうことで何かお話をさせていただいたりとかその中から何かこう引き出そうとしてしまいがちだと思ってたんですけども、はい、やっぱり聖霊様がおられる神様が共にいてくださる神様、はい の声も聞くっていうのは、全く違うじゃ世の中のいわゆるカウンセリングセンターとかカウンセリングの一般的な学びと全く違うその通りなんです。そうなね。あ、なんかでもすごく目からウロコが今、そうですはい、ポロっと落ちたように。あります。あ、なるほどですね。そのそのこう能力とか能力と言ってはおかしいと思いますけれども、そのそういうことをする恵みと力がすべての。 クリスチャンに実は備わっているんですよね。聖霊の神がおられるわけですから。そのことを私はこの本で伝えたかったです。なるほど。で、このご本の中の各章ごとに振り返りのためにというのとその実践コーナーというのが設けられているんですけれども、えっとこれはどんなふうに使っていって、またどのような意図があの込められているんでしょうか。はい。えっとですね。この本はまあ。 聞くということに関する本なんですけれども、はい、聞くっていうことは非常に実践的な ことですよね、うん、ですのでどんなにこう聞き方について本を読んでも、はい、読み物として読んでいただいても良、はい聞き手にはなることがでできなないんですね、うん、なのでどうしてもこうご自分の生活を振り返ったり、はい、自分はいつも日頃人の話をどう,かんこう聞いてるかな、うん、また神様の御声をどういうふうに聞いてるかなっていうことを実際にこう振り返って、はいえー、この本で書かれていることと自分の歩みを 具体的につなげていただくと、はいうことがとっても大切になります。 こととしてその振り返りということでいくつかの質問を設けさせていただいています。でそれは、えー、ご自分で振り返っていただいてもよろしいですし、うんはい、または小グループで何人かの友達とまた教会でなど用いていただけるとこう小グループでの分かち合いなんかにもお使いいただけるといいなと思っています。うん、それからえっ、ー、と実践コーナーというのは、はいえー、そうですねやはりこう クリスチャンとして聞くということを実際に。うん この章ごとに練習していただくっていう、はいはい、そういうういことができるようになしてそうすると一応この本の中で私がご紹介しているようなクリスチャンの聞き方というのをまず一度経験していただくことができてまたそれを一回だけで終わりというのではなくて何度もこうその課題に取り組むことによってより良いこう聞き手に お一人お一人がこう成長していけるというふうな意図も込めています。はいうんはい、なるほどなるほど。えっと、えー、振り返りもやってみ、うん、見ないといけないけど、はい、さらに実践コーナーもすごく必要なことですよね、はい。そしてこう決してその、うん、あのただ聞き方のスキルアップを目指すというものではなくてですね、はい、やはりあの、えー、神様の御声を聞くそして自分自身の ことを振り返っていくとこう神を知り自分を知るということを促すような課題になっているのでもちろん聞き方というのも大事なんですけれどもその両方に光を当てるような課題にししてみまたなるほどただのいわゆるテクニック的な聞き上手になっていくことが目的ではないということですよね。そうでですねもあの 多分先生、教会にはちっちゃい小グループとかバイブルスタディのグループとか、まあ、教会によってはあのママさんとか、ねあのまあ、女性たち姉妹とかあの婦人会とかたくさんグループがあのお父さんたちのグループもあるでしょうし、うんまあ、そういうグループの中で、うんえー、振り返りをしてそして実践コーナーで学んでいくっていうことも、うんはい、お互いにこう聞き合っていくということもすごくいいですね。はいえー 実践がで,きる、はい、そうですね,わけですねぜひそんなふうに使っていただけたら、はい、一番いいんじゃないかなと思います。なるほど、はい あのよく言われることにこうクリシャンの方々は本当に恵みも分かち合いたいし、うん、あと自分に起こったお明かしもしたいし喋、うん、りたい喋りたいっていう方、うん、はい、結構発散したい方たくさんいらっしゃるんだけどう、はい、だ結構こうみんな聞き上手かなっていうとあれっていうことが多いわね、うん、なんていう話をよくいろんなところから、うん、あの聞くんですけども、うんうん、やっぱり聞くことができて初めてまた語ることもできるっていう。うんはい あるんでしょうかね。そうですね。まさにその通りだと思います。ですから、こう福音を本当にお伝えしたいと思うものこそがまずは聞くということから始めると、何を語るべきかということがよりわかるかなと思いますね。そうですね。聞き上手に皆さんなりなりましょう。ただテクニックだけどね。追求しないでいきたいですけどはい。あとあのこのご本の中に、ええ、少し前におもてなしっていう言葉が流行りましたけども あのもてなしのイメージを持っていくことがとても、はい、あの、はい、大切だという。その聞き手としてのイメージを、えー、あの持っていくことが大切だっていうふうに、うん、あの。あったと思うんですけども、うん、そのイメージをすることっていうの、どんなふうにしていったら。いいんでしょうか。そうですね。そうですね。まずはでも御言葉を見ていただきますと、はい、あの本当に聖書を通じてもてなし。 ということが非常に大切にされているのがわかるんですね。うんはい、あの旧約聖書の中にも、はい、外国人に対してあの敬意を持って<ー>愛を持って、はい、え接するようにというのが。えー 旧約聖書の立法の中の命令として、はいえー、もう入っているってことがすごいことだなと思うんです、うんうん、で、またその、えー、とアブラハムが3人の旅人をもてなしたっていうこところが出てきますけれども、はいうん、その、えー、旅人をもてなしていくっていうことも、うん、とても勧められていることでしたしまた、えー「新約聖書」の中を見ましても。 イエス様がいろんな花の結婚式であったり、はい、いろんなところでの食事会であったり、はい、なんかいつもこうイエス様って食事をされているというかとてもおもてなしの場面に登場されて、うん、そして見技を行っていたる、はいえー、そういうのをこう見ていく時に、うん、あのやはり私たちが行き着くとこというのは本当のもてなしでは 神であるということ。うんうん、そして、それはどういうことかというと、やっぱりもてなしの心の中心っていうのは。まずは何よりも、相手を歓迎するっていうことだと思うんですね。相手の存在を喜ぶ、はい、そして。 ああここに来てありくれてありがとう、うん、嬉しいよっていうそういう,こう思いを込めて迎え入れていく、はい、それがなかったらどんなに素晴らしいご馳走があっても、うんはい、多分おもてなしにはならないと思うんですね。すねうん、なのであのまずは神様ってでも本当に私たちがもともとは神を知らないものであった、うん、そして罪人であるにもかかわらず主のもとに来るものはまた主にた。 上乾いているものはすべて私のもとに来なさいと。そうやって、あの、手を広げてもてなしてくださる、うん、最高のもてなして。 だと思うんですね、はいえー、そういう神様は私たちのもちろんそのさまざまな実際の必要を満たしてくださいますし、はいえー、それ以上にご自分との交わりに召してくださるってこれ以上のやはりもてなしはないのではないかなと、はい、そしてそれがこう一時的ではなくて永遠に続く、はいえー、もてなしのこう、あのー、場にこう私たちを招いてくださる方だと。はい、それをやはりこういつも 思い暮らしながら、はい、その神様の形として作られている私なんだな、うん、ということを覚えていただけるとあ私にもできることがあるんじゃないかな、うん、私も神様が私にしてくださっているようにどなたにどなたに、うん、あの同じ心を向けていけるかなというふうに、うん、あの思っていただけるのではないかなと思います。うんはい、少ななくととも私はそんなふうに、はい、まず神様から始めてみると、うん その神様が私にもその恵みを与えてくださるというところに立っているんですね、はい、そうするとこうちょっと肩の荷が下りるというか何とかしてあげなくちゃというのではなくてなるほど、えー、あのクリスチャンって割とこと神様に逆に神様をおもてなししなきゃと思っていることがすごく多いように、うんえー、ご奉仕しなきゃとかです、ね、あれもしなきゃこれもしなきゃこれもして差し上げなきゃって。で ともするとこれもしなければいけないっていうふうに思っておられる方もおられる中で今本当に蔡先生のお話を伺ってあでもおもてなしっていうの,の上手なのはイエス様なんだっていうことですよね。だから私たちがあのおもてなしです してているその神様みたいなことができたらいいなっていうそこの原点に帰ることが本当に聞き上手になることだしっていうこと今本当教えて頂いてそうするとなんかこうね奉仕の姿勢とか何かしなきゃいけないっていうことと全然なんかこうから変わってきますすねそうで喜びがありますよねもてなすっていうのはね楽しいことですよね。なののでやはりそ 喜びに帰るというか、報酬がきつくてっていう世界と全く違う世界が展開される、はい、ていることなんですね。恵みの世界ですよね。恵みの世界ですね。はい、はい、あすごくいいことをね皆さんにも教えていただいたように思いますもん。おもてなしていうのは。イエス様と置き換えてね <laughs>、はいはい、覚えたいと思いますけれども、はい、まああとはあの五本の中では、えー、人の話をあの聞くっていうのがその訓練すれば。 これが上手くなるもんではない、うん、ということも書かれて、あってすごくあの興味深く思ったんですけど、うん、それはどういうことなんでしょうか。はい、そうですね。はい、あのやはり、あのまあ今までも。お話ししてきたんですけれども、聞くということは単に技術ではないということだと思うんです。うんはい、聞くということは、あの必ず聞く相手への聞き方に。その人の内面が現れてしまうんですね。あ,はいうん、あの。 まあ、あの聞くということはまあすごく端的に言うとまずは自分を脇に置いて、うん、自分ではない他の人に心を向け自分を向けるということですよね。うんはい、それって結構私たち難しい と思うんです。そうですよね,ね。やっぱりこういつも自分が自分がってこう,う自己中心な私たちなので、はい、あのやはりなかなかこう本当に自分の心を他の人に向ける、また主に向けるってことはとても難しいと思うんです。えー、だからこそあの聞き手としてのこう成熟というのはう必ずその人の人としてのまたあの主の前の成長と非常に密接に関わっていると考えています。 なるほど、はい、だから、ただこうテクニックで聞き上手になって、うん、この人から何か話を聞き出そうなんていうふうになるのがまあ、形状でもないしカウンセリングの聞き手でもないっていうことですね。うん、うすね危ういところですねやっぱりね熱心によく聞き手になろうなんて思ってしまう方こそ、うん、そっちの方に行きがちですよね。 あの確かに聞いている人間のやっぱり本性というかそういう性格でも何でもが出てしまうというのは確かにすごくわかる気が。それぐらいこう人の立場に立つっていうのは、うん、罪のある人,人間にはとても難しいことなのかなって思います。はい、はい あ,のあと、まあ、クリスチャンとしてはあの無意識にこう聞くためのいろいろな、うん、あの訓練も受けて、はい、いますということもご本人、はい、あ,あったと思うんですけどもそれはどういう時にどんなふうな感じで現れるんでしょうかまずあの、えー「人として」というところからいきますともう日々私たちは、はいまあ、人と全く話をしない日というのはまあ ないかもしれない、まあはい、もしかすると状況によっては特別な期間そういうことがあるかもしれませんが、うんまあ、ごく普通の日常生活はいろんな方とお話をしながら私たちは生きていますよね、はい、その何て言うのかこう毎日顔を合わせ、はい、え話をするそのお一人お一人のお話を聞くまた対話をするそれが実は聞き手としての訓練に なっているんですねであの、まあ、無意識なんですけれども実はそこでいろんなことを私たちはもうすでに気づいていてえー、あこれじゃいけないなあこういうふうに話すとこういうふうに聞くと相手はこういうふうに返してきてあなんかこうコミュニケーションがかう,うまくいかないなとかこうかなりもう気づきが実は与えられているんですね。ななのであので実はは聞く訓練っていうのはみんなが うん、毎日やっていることなんだということをまず覚えていただきたいことと、うんはい、そしてもちろんクリスチャンということを信仰を持ったものという意味では日々のデボーションまた、えー、ま週ごとの礼拝、うん、またあ主の家族との交わりという中でも、うん、いつもこう私たちは神様の 見声を聞こうとする、はいうん、またお互いの魂の声を聞こうとするっていうこと、うん、そのチャンスがたくさん毎日あるわけですねその一つ一つが実はあの私たちが本当の意味での良い聞き手に、うん、としてこう成長していくための訓練になっている、うん、ということなんです。なので ある意味あの特別な場所でコースを受けなくても、うん、毎日たっぷり訓練の機会があるということですね。な、はいうん、なるほど、はい、なるほほどど毎日ディボーションされてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもそれも神様の御声を聞くという、うん、まさしく聞くための訓練でもありそ、ね、また神様との,その交わりのすごくいい、うん、あの時間ということなんですね。うなるほどし、ね、してもこう神様を前にした時にた ちょっっと待って神様、えー、まず私のお祈り聞いてとかこういうことをお願いしたいとかこんな気持ちになってまして先に話しちゃう方がすごく多いかもしれないんですけれども、はいはい、やっぱり聞くくっていうのはすすごく大切なことですね私も同じかと質問してるんですけれどもでも本当にそうだと思います。はい、意識をしててまずは語ってくださる方、うん の前にこう静まるとか、はい、御言葉をよく巡り、こう思い巡らすとか、うん、そういうことを通して、神様の御声、小さな御声をこう聞き取っていけるようになりたいですね,、うんですね。はい、皆さんも毎日のディボーションのね。時間もちゃんといい聞き手になるためのね。いいチャンスですから。あの。 神様の声聞いていきたいと思います。うん、えー、たくさん伺いたいことがあるんですけども、はい、いよいよ最後のご質問になってしまったんですが。はい、あの、蔡先生のこれからのビジョンを教えてください。はい、はい。えっ、ー、と、そうですね。あのビジョン、そうですね。ビジョンがあるんですけれども、はい、実は。あの、私のこれからのビジョンっていうのは、ちょっと最近起こった。事柄と非常に、こう、あの、密接に関連しているんですが。はい、実は、あの、私、まあ、主人が。 いたんですけれども、はい、あの、えっ、ー、と、一年前に病でなくすという、そういう経験を通ったんですね。はい、あの、かなりこう、急にその病が見つかりまして。うんはい、8ヶ月半ぐらいの闘病生活の後に、うん、あの、天に召されていったんですけれども。はい、あの、やはり、それは、まあ、私にとって非常に大きな経験であり。うん、まあ、今まで経験したことのないような、はい、あの。 喪失経験を今もまだ1年しかたっていないので、はい、まだあのいろんな心の整理が決してついているとは言えないんですけれども、うんはい、ただそのこの1年、まあ、闘病も含めて2年間ぐらいというのは、はい、いろんなこうやはりこう今までには経験しなかった、うん、いろいろなことを教えていただいた時でもありまして、はい、やはりそのこの私たちの。 住んでいる世界というのが、うん、いかにこうやはりこう罪によって壊された世界かということも、うん、あのこの病を通して非常によく分かりましたし、はい、けれどもその中でやはり神様の、うん、慰め、はい、またあの支え助けというのが、うん 確かにあるということもまた、うん、あの本当にあの経験させていただきました。はい、またあの本当に多くの方たちが手を差し伸べてくださり、うん、うん、教会の兄弟姉妹たちからの支えなくしては、はい、多分私は今ここに。 いなかったと入れないぐらいの大変なあの状況を通りましたので、はい、でもそれがどんなに大きな助けになったかということもすごく感じました、うんはい、でそういう中で,あのそうです、ね、やはり私が今後神様の前に託されていることというのは本当に神様が私,私たちの苦しみとともにいて、うん くださりまた今もなおいてくださるという、はいうん、その経験をまたこう踏まえながらあの他のねやはりこの世でのこのこ世では困難があるとはっきりとイエス様はおっしゃっていますしまた私たちは終末に向かって近づいていくというそういう時代にありますので、はい、おそらく問題がこう 少なくなるってことはななるといは思うんですね、はいはい、なので、まあ、いろんな意味で、まあ、苦しんでいるまた痛みの中にあるという方たちに、うん、やはり寄り添っていくというそういうあの,、まあ主の愛を持って、うんえー、寄り添っていくという働きにやはりなお召されているんだなということを あの確信しています、はい、ただそれがどのようなに展開していくのかというのは、うん、まだ待ち望んでいるという、はい、そういう段階ですねまだちょっと早いかなと思うんですけれども、はい、またあの私個人でこう誰かをケアしていくというだけではなくてですね、うんはい、やはりその教会は何ができるのかなっていうことをすごく私はずっと関心を持って、はい、あの考えてきているんですね。はい、なので主ので主 うん、身体としての、はいえー、共同体がどのように地域のもてなしの家として福音を携えながら、はいえー、地域の方たちに、うんえー、お仕えしていけるのかということをこう見守りながら、うん、私にそのの中でで何ができるのかなっていうことといこを考してそれが、はいまあ、宣教ということにもつながっていくと思うので主の愛の具現化としてのケア、うん の働き、そういう意味での宣教ということをより考えていけたらなと思っています。うんうん、はい。はい、でも本当に今先生の話集かっていて、はい、日本中の教会があのそういういい意味でのおもおもてなし、イエス様の御愛をおもて、ね、おもてなしできる、はい、あの教会としてあの立っていけたら、うん、どれだけたくさんの方がねあの福井に触れて教会にいらっしゃるか、うん、と思うと。 すごくワクワクするようなことですよね。はい。あ、ぜひまたあのそのことを、はい、日本中にあの教えていただきたいと思います。はい。い今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい。えー、それでは私たちはこれからサイ、えー、先生の生の声で朗読をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います。キリストを中心とするもてなしの場には。 人格的な交わりが生まれまれすそれは恐れや緊張感に満ちた堅苦しい関係ではなく何もかももかが許されるもたれるた合いの関係でもありませんむしろ愛を持って真理を語ることが促され互いの違いが受け止められ理解され真実な対話が生まれる方向へと交わりが導かれていくはずです。 そんな関係を通して深められていくのは話し手と聞き手との出会いだけではなくその交わりに介在される真の聞き手もてなし手なる神ご自身との出会いであるはずです。語る者と聞く者とが肩を並べて主の見舞いに立ち主に祈り主の御業を共に待ち望む者とされていく。 そんな可能性に満ちた分かち合いいいが生ままれていくのだと思いますこのような交わりの機会が教会の中に教会を通してますます広がっていきますように悩みの中にいる兄弟姉妹のために居場所を探している多くの日本の人々のために諸教会が地域におけるもてなしの家となって仕えることができるように願っています。 今週のブックスケッチです。 もう本当にあの目から鱗のあのお話がたくさんあってえ私もあの番組を今あのさせていただきながらこう書き取りたいなと思うようなあのことがたくさんありましたえまあただの聞き上手になっているだけではいけないということとかですねでもクリスチャンはえディボーションの時とか礼拝のととかいろんなあの時を通してえ意外と 聞き上手になれるチャンスはもらっているというようなこともすごく勉強になりました。でもも何よりも、あのー イエス様が一番おもてなし上手のの方だだったんだというのを改めて教えていただいたように思います本当にあの神様が私たちに対して、えー、文句も本当に言わずにいろいろな形で、えー、招いてくださって恵みを本当に施してくださって、えー、もてなしてくださっていることを全く忘れて普段生活していることがあるかななんていうふうに思いましただから聞き上手になるそれから成長させていただくというのは まず御言葉を読んで、そしてここにイエス様がいて、えー、神様ならどんなふうに聞かれるんだろうとか、えー、どんなふうに今私の話を聞いてくださってるんだろうっていうなんかその原点に立つことがとても大切なんだなというのをまあ私は今日あの蔡先生のお話を伺ってあの教えていただいたことです。でももっと詳しく知るためにはやはり語、えー、本を読まなければいけないと思いますので、ぜひ皆さんこの良い規定になるためにこの語本を 買って一緒に学んでいただきたいと思いますそれではまた次回本の旅でお会いしましょうありがとうございました